最近、アサイシームのポッドキャストで、完成のマッチングアプリの話を聞いたので、ちょっと婚活の思い出を語りたいと思います。私は、今の妻とはマッチングアプリで出会って結婚しました。婚活を始めた時に、最初は、マッチコンというか、婚活パーティーというか、5分か10分ぐらいで相手がどんどん入れ替わっていくタイプのイベントに参加したんですが、それはもうちょっと絶望的に合わなくて、やっぱ初対面の人といきなり5分10分喋れと言われても、なかなか盛り上がりませんし、いちいち始めましてから、繰り返していくのはかなり辛かったので、これはもう一回参加者だけで後悔して、度と参加することはありませんでした。 で、マッチングアプリの方に移ったわけなんですけども、まあこれもこれで札幌でやっている人がどれだけいるかというのも影響すると思うんですけど、まあそんなにお相手が多いわけでもなく、まあその中からいいかなという人を見つけ出していくという感じになります。で、探していくとやっぱりもうずっとログインしていない方とか、桜っぽい方とかもいて、まあ、実際のアクティブユーザーとしては少ないのかなという印象がありました。 で、まあ一応自分の中でルールを決めていたのは、とにかく後で揉めるのは嫌なので、まあいいことも悪いことも自分が相手に知っていてほしいということは、プロフィール欄にまず全部書くようにしました。で、私の場合はまあ、今後、文句を言われる可能性があるだろう、家にぬいぐるみとかがたくさんあるとか、そういうのを強めに押し出して、まあその辺の記述があっても気にしない方とマーチングしたという感じになります。で、これもやっぱり結構厳しくて、基本的に最初はメッセージのやり取りからなんですけれども、やっぱ初代面の人と文面でやり取りするっていうのはすごく面倒で、もうだんだんこれだったらちょっと直接会って喋ってから、 初めままししてってっやりたた。いいななという気分になってきましたでそんな感じで、こう、ちょっと辛い思いをしながら、はじめましてみたいな、最初の挨拶と自己紹介を、こう、際の変わらぬように、無限に繰り返しながら、まあ、何人かの方と出会って、まあ、意気投合する人もいれば、全然会わないなという人もいたりしながら、まあ、やっていったという感じでなります。で、そろそろもう、辛くなってきたんで、マッチングアプリもやめようかなというところで、たまたま今の妻と出会えたので、まあ、かなり幸運だったかなと思いました。 で結構辛いのは、やっぱり、このスマホの画面いっぱいに、お相手の方のドア,アップのプロフィール写真がこう大量に並ぶので、まあこういうところでちょっと男女に差をつけるのは良くないですけれども、まあ結構、女性側からすると、設定した年齢層によってはかなり中年のおじさんのドア,アップの顔が画面い,いっぱいにビっシり並んで、スクロールしてもスクロールしてもドア,アップの自撮りが流れてくるっていうのは、まあちょっと、なかなかモチベーションがどうなのかなというところも感じたりしました。 まあそんな困難もあって、一応私の場合はうまくいったんですけれども、まあうまくいったポイントとしては、まあできるだけ後々も喧嘩ならないように素直なことを書いたことなのかなと思いました。まあ後になって思えば本当に結婚したいんだったら、多分結婚相談所とか、そういうちゃんとした人が仲介に入っている場所の方がまあきっといいんだろうなという印象は受けているので、まあもし誰かから相談されたら結婚相談所とかいいんじゃないというふうにお勧めしようかなというような感想にはなりました。